なると噛むから端的に言ってやる。次の挑戦者は俺だ。どうだ、あんたは昭和の匂いがする。昭和のおじさんにふさわしい2月19日プロレスの日に勝負だ。あえて挑戦者を昭和の匂いのする最後の男と称しました。どんな相手が来ても料理する、それが三冠ヘビー級王者の宿命。2月19日プロレスの日、いよいよ三冠戦の火蓋が切って落とされます。1954年2月の19日、蔵前国技館でプロレスの本格的な国際試合が組まれました。力道山、木村正彦 VS シャープ兄弟。それから何年の歳月が流れたんでしょうか、プロレスの火は今まさに燃え上がっています。3本のベルトが統一された、三冠ヘビー級というベルトになった。三本のベルトはこの一本に集約された。だから見てほしい、このベルトの価値を。巻いているのはこの俺だ。永田はまだ全てをさらけ出していないんじゃないか、そう称しました。あえて俺は固めり切ったものを崩し新たなスタートを切るんだ、そうとも言いました。今日彼はどんな思いでプロレスの日を迎えているんでしょう。満員の後楽園ホール、プロレスの伝統と言われているこの聖地で彼は一体どんなプロレスを見せてくれるのか。日本マットが誇る最高峰のベルトをかけて、レディーズ・アンド・ジェルメン、フロム・レッド・コーナー、三冠ヘビー級王者、宮原健人。赤コーナー、三冠ヘビー級選手権者、240パド、宮原健人。
試合前にチャンピオン宮原健人選手よりドリーファンクジュニア PWF 会長代理人大隅義雄様へチャンピオンベルトの返還です。さあベルトが一時返還されました。この三冠ベルトヘビー級のベルトをかけての対戦ということになります。王者宮原健人、挑戦者永田裕二、三冠ヘビー級選手権試合、宮原にとっては5度目の防衛戦ということになります。さあ長野さん、いよいよ日は熟しました。そうですね、まあ本当に世代闘争でもあるわけですよね、この2人だとね。そうですね、永田にとっては鈴木みのる戦、そして諏訪間戦を経て今回が3度目のチャレンジということになります。実に12年8ヶ月ぶりです。まあ、過去は、ね、はい、3本のベルトの時代ですよね、永田が挑戦した、ね、この1本のベルトではないですからね。そうですね、はい、さあいよいよ決戦のゴング今鳴り響きました。さあケントコールと永田コールが交錯しております。プロレスの日です。ここ後楽園ホール、プロレスの殿堂後楽園ホールで行われています三冠ヘビー級選手権試合であります。宮原が三冠 V10 男であるんであれば、永田は IWGP V10 男、当時の最も長いという10回の防衛をね、まあ、結局その記録がね、まあ、破られはしましたけど、はい、後に、はい、あの時代にミスター IWGP と呼ばれたわけですよね。そうでしたよね、はい、まあ、本当に新日本が辛い時期にね、はい、彼はチャンピオンとして君臨してたわけですよね。そうでしたね、はい、立派でしたね。だ永田がすごいのは、例えば GHC ヘビー級になった時も、はい、彼はいかにノアにお客さんを呼ぶかと、ほうほうほう、それが GHC チャンピオンの務めだというね、はい、外敵でありながらそういう意識を持って常に戦ってましたよね、うん、そうでしたね、さまざまなタイトルを奪取しておりますこの永田裕二であります。まず全日本の最強決定戦でありますチャンピオンカーニバル2011年優勝、そしてノアにおいてはグローバルリーグ戦2013年優勝、本拠地新日本におきましては2001年 G1 クライマックス優勝、そして長野さん紹介があったように GHC ヘビー、 IWGP ヘビー、ここに三冠が加わればダブルグランドスラム、これ誰も達成してませんか。ダブルはダブルのグランドスラムは、はい、高山おーほーほーもやってますよね、きっとね。 GHC、IWGP、三冠、はい、武藤の場合は GHC とって武藤もやってますか。武藤もやってますもんね。あと佐々木健介もやってますね。二強に挑むということになりますね、はいはい、3人、過去3人いますね。なるほど、はい、体感においては天竜源一郎52歳2ヶ月を超えていくわけですね。54歳10ヶ月になりますから、はい、天竜が、52歳2ヶ月、はいはい、そうですね、はい、2年以上上回るということになります。あと、あとね、はい、実はね、永田がすごいところは、はい、3大メジャーのタッグタイトル全部取ってるんですよね。あ、そうですか。でしかもアジアタッグも取ってるって言ったらです、ね、そうですね、それは高山しかいないんですよ今まで。そうですか、はい、いや本当にすごいですね、金字塔ですよね、はい。でこの三冠戦においては、まあ、テレビなんですけれども、ちょうど鶴田がですね、はい、三冠を統一したその瞬間のあの試合見てるって言うんですね、まあ、永田は。結構ね、永田はね、はい、全日本の試合を見てるんですよ、そうなんですよね、夜の番組は家のあれで親に見せてもらえなくて、はい、夕方も全日本を見てたんですね。あ、はい、そうでしたか。だからチャンピオンカーニバルの歴史も詳しかったですよ、前チャンピオンカーニバル参加した時に。 あの大会は誰が優勝してとかね、はい、そのチャンピオンカーニバル優勝した時は全日本プロレス完全制覇って言ったんですよね。そうですね、で、まあ、その後諏訪間に挑戦して敗れているということですよね、はい、あと長野さんね、この永田がですね、はい、宮原に対しては大体色が一緒だねっていうんですね。はいはいはい、どの試合も色が一緒みたいな言い方をしてるわけですよね。それに対してケントがどうするか、逆にケントは、まあ、それが発端となったかどうかは分かりませんが、はい、今までの凝り固まったものを一回壊すって言ってるんですね。そうですね、まあ、それとはちょっと意味は違うと思いますが、ほうほうほう、結局その永田が言っている色が一緒っていうのは、それはもう
試合が宮原色に染まってるという意味でもあるんで、決して悪いことではないわけですよ。だから俺は染まらないよという永田のそういうことですか。ことだと思うんですよね。なるほどね、はい、そういった接戦もありました三冠ヘビー級選手権試合であります。で今この例えば腕しぎ決めてロープブレイク外さない、はいはい、このあたりもちょっと新日本っぽい匂いをあえて出してるわけですよ。ああ場外戦となりましたヘッドバット OK ですよ。おっと敬礼ポーズだ。起きて破りであります。おーこれは新日本のファンも逆に煽っております。今日は新日本のファンもかなり来場していると聞いています。新日本のファン、そして新日本のファンで満員であります。ここ後楽園ホールであります。まあ、あとは宮原にしてみれば、はい、その永田の発言、まあ、今の発言もそうなんですけど、はい、全部上目線に聞こえると。おそこが新日本っぽいと。なるほど ね、まあ、今日も試合前ですか、はい、いろいろ俺から学べるぞって言ってますよ ね、 そうですね、はい、いいんだねやっちゃってというね、はい、あの得意のセリフも結局上からですからね。そうですね、はい、まあ、全日本を豊かにするためには君たちが頑張らなきゃいけないよというのが上からですね。そうですね、まあまあキャリア的にはね全然上なんであれなんですけども、初めてねこの2人がシングルで対戦したのが2012年の11月9日の旭川でノアのグローバルリーグ戦だったんですよ。でその時に宮原まだキャリア3年9ヶ月で、まあバックドロップコールドで永田勝ったんですよ。永田のその時の発言が、まあ身長もあるし肉もついているし元気は良かったねみたいな、でももう一踏ん張りだねみたいな、はい、まあ、常に上から目線ということなんですよね、はい、ですからこれ3度目のシングルということになるんですか。そうですね、その次が去年の王道トーナメントでしたからね。そうですね、はい、こちらは10分48秒首型目で一瞬の隙を突いて、一瞬こう敬礼をして永田が戸惑ったところを首型目というね、はい、そして今回はタイトルマッチ3冠ヘビー級のベルトをかけての対戦ということになっているわけであります。元を正すと1月の3日野村拓也を下しまして、次期挑戦者として上がったのが永田雄二だったわけであります。その永田を振りまして2月の4日の挑戦権を青柳優馬ということにしたわけであります。その時にかなり辛辣なコメントをしたチャンピオンに対しまして、永田は永田なりの返答をしたわけですが、そういったものを全て踏まえてこの一戦ということになっているわけであります。さあエルボーの打ち合いとなっております。年齢差は約20年あります。共に時代を築いた猛者であります。右打ち合うロープ越し、まあね、はい、永田はその新日本の第三世代と呼ばれてますけど、はい、その第三世代ではね、はい、去年はね小島聡が GHC ヘビー級チャンピオンになりましたから ね、ここは永田もね自分も一発っていう気持ちあるでしょうね。あ確かにそれはありますよね、はい、アームブリーカーです。猪木さんが作った新日本プロレス、馬場さんが作った全日本プロレス、その看板を背負いまして両者戦っているわけであります。この腕殺しね、はい、食らうと、はい、後々響きますよ ね、 そうですね、はい、まあ、かつてアントニオ猪木がタイガージェットチンにやったこの腕折り、そうですね、あの大阪の腕折り事件なんかもう伝説になってますからね。そうですよね、はい、それを彷彿させているわけであります。さあ今度は鉄柱にぶつけていきます。まあ、その後ねこの後楽園ホールでジャイアント馬場が上田馬之助の腕をっていうのもありましたね。あそうでしたね、はい、ありましたね。そういった歴史を経まして全日本も新日本も今年51年目を迎えているわけであります。さあアームロックの体勢であります。じっくりと攻め込んでいく永田雄二です。まあ、これをクリアしていってもあまりやられるとシャットダウンを狙った時に腕のね、はい、ホールドクラッチが弱まっちゃいますよ ね、 そうですね。腕新逆十字の体勢に入りましたけれども足がロープ伸びています。まあ、しかし離しません永田。まあ、かつてね、はい、アントニオ猪木が天竜源一郎とやった時に、はい、やっぱり腕ひしぎでロープブレイクになって、はい、天竜さんがブレイクだと思って力を入れた瞬間指を折りに来たと、あで指脱臼したっていうのがありました。そうだ脱臼したんですか、はい、そうでしたか。まあ、そういったものは新日本の根底にあるんですよね。あるんですね、
それを出してまいります永田裕二であります。新日本と全日本、当然戦い方の間も違ってくるわけでありますが、この両雄が団体を背負っているか、ただね、宮原師匠はね、あの佐々木健介ですから、当然そういうシビアな根っこは持ってるはずなんですよ。そうですね、両者のバックボーンも交差すると非常に面白く、この試合がまた見られると思います。現在攻め込んでいるのが永田裕二であります、新日本プロレス。昨年の6月あたりからその全日本リングにも登場することになりました永田裕二であります。初めは本当にね、はい、スワマが抜けたエボリューションの助っ人として参加したんですもんね。そうですね、でもっと正すと、そのジャンボスが23周年の33回記念ですね、追善工業のあのスワマのバックドロップが発端になりますかね。そうですね、はい、そこからです。長田裕二とまず諏訪間から始まって、そして長田が全日本に上がるようになった、安西優真のデビュー戦の相手も務めたということになった。終わった、明け方目の体勢だ。まさに昭和の匂いがプンプンしてまいります。長田裕二の太鼓ぶり、この辺りは100戦前まであります。長田裕二であります。G1 を取った時には武藤敬司でしたね、体勢相手がね、両国国技館であったわけであります。そして宮原は諏訪間が返上したその三冠のベルトをゼウスとの決定戦で破りまして、初めての大冠、史上最年少の三冠ヘビー級のチャンピオンとなったわけです。まあ尾山さん、あれからもう数年の歳月が流れましたが、早いです ね、はい、そうですね、今年で7年ですよ ね、 え、はい、そうですよね、7年経ちましたか、2月でしたからね、はい、さあミドルキック、速射砲で持っていきます。永田裕二、ブルージャスティスと言われていたこの永田裕二であります。まさにブルーのショートタイツがよく似合っている、まあ、若い頃の永田は、はい、あの新日本なのになんかジャンボ鶴田みたいな雰囲気があるねってよく言われてたんですよね。あ、なるほどね、はい、アマレス出身ですね。確かにそうですね、ドロップキックでジャンピング2なんかもやって、はい、スープレックスバックドロップでしたからね。そうですね、はい、憧れの一人ということになっていたんじゃないでしょうか。そしてこちら、ずっと7年間牽引してまいりました全日本のマット、この宮原健人であります。一つの時代を築いたわけだ。その宮原も30を超えました、33歳、今が非常に脂の乗ったいい時期ということになるわけであります。さあまた場外戦となるんでしょうか。あっとエプロンでの攻防だ。最近多いですよね、このエプロンは。そうですね、最も硬いマットの中で最も硬いと言われているそのエプロンでの攻防、パイルドライバーを狙っていくのか、それともパワーボムなのか。上げて、ジャンピング、これはきついですね。パイルドライバーであります。これはきつかった。非常にキャンバスの硬いところであります。永田裕二、松坂様落ちてまいりました。さあその感触をなんとか体感したのか、宮原健人でありますが、宮原も非常に厳しい腕ですね、やはりね。そうですね、左の肘ですよね、まあ、この間になんとかね、はい、こう回復させておきたいですよ ね、 すね。かなりアンブロック、さらには決心が出るように、これを浴びてしまいました。永田裕二、永田に対するコールが今新日本のバカロース、おっと上がれませんね、上がれませんね、まあ、あと全日本は10カウントですからね。そうですよね、そのあたりもしっかりと刻んでおかなくては危ないぞ。新日本は20カウント、全日本は10カウントだ。さあここからどうする、王者宮原健人、おっとまた場外戦か、正面からヘッドバット、場外戦は得意としている王者宮原健人であります。おっとこれは効いたぞ、これは効いた、綺麗なアーチを描いていきました。今のエクスプロイダーは鋭かったですね。あのちょうどカウンターでタイミングよくね、はい、決めましたからね、ウエスさんへ、はい、相手の力を無理要しました。永田裕二であります。その最後には安西優馬の姿も見えている。永田がその安西のデビュー戦の相手も務めたわけだ。新日本の選手でありながらね、安西優馬がつき、はい、佐藤光がつきというね、そうですね、はい、さまざまな選手、
で選手が集結しているのが全日本プロレス。タイトルマッチはリングの中でという永田裕二。永田もちょっと頭をちょっと気にしております。永田が先に立ち上がるか。場外でのエクスプロイダーは見事でありました。スタミナの回復を図っているというところですかね。そうかもしれませんね、ただ小園さん、スタミナでは宮原上じゃありませんか。いや、まあ、これはもうしょうがないことですよね。永田の強みというのはここぞというところの集中力。ああコーナーに上げますね。流れ式狙いますよね。さまざまな戦いが去来してまいります。永田の引き出しにはいっぱい入っている。どの引き出しを上げていくんだ。さあこれでエクスプロイダーですか。永田式で持っていくぞ。これをちょっとまずいと感じたのか王者宮原健人。永田のこの体勢から畳を磨いてまいりました。永田か宮原か。宮原が上から、しかし倒れない永田裕二。全身全霊で受け止めた。正面からのヘッドバットちょっとふらつきながら、それでも永田は手を離しません。おさあ行きますか。これは行きますか。行きますか。エクスプロイダーだ。おお勝った。しかし立ち上がりました宮原健人。これが三冠ヘビー級王者の強さ。バックを取ってここはどうだ。ジャーマン投げっぱなし。そして宮原、あーっとここからバックザラッピアーズ。ジャーマンか。ジャーマンですね。ジャーマンですね、はい、そしてここからがおーっと宮原投げました。これをエクストライダー永田ブラックマウント宮原。全日本と新日本それぞれのファンが交錯するこの後楽園コール、テントコール、長野コール二分されております。リング上共に一、友さん見てますか。猪木さん見てますか。二人には両家党がいる。天国から応援をしている。セコンド陣も声を荒げています。ここ後楽園ホール、多くの視線がこのリング上の2人に注がれています。次の一手大事ですよね。そうですね、はい、どちらが何を仕掛けるか。永田が先に立ち上がるのか遅れて健人か。永田が体勢を整え始めた。神林レフリーがこの2人の息遣いを確認している。さあ右だ。永田はお返しをする。リング上であります。やるぞ。まだ永田はさらけ出していないんじゃないか、そうとも話しておりました宮原健人。ならば全部引き出してその上で勝ってみせる、それが王者宮原健人の宿命でもあろうかと思います。永田は愛を持ってそのベルトを奪取してみせるとも言いました。両者の息遣い、そして気持ちがこの一戦を熱くさせている。永田、永田コンポを浴びせ蹴り。いやー、さまざまな引き出しを出してきますね。そうですね、まあ、永田はこの殴り合いとかも強いですからね。そうですね、2年前でしたかね、はい、鈴木みのると本当に殴り合うだけの試合しましたからね。そうですよね、はい、殴り合いも得意、蹴りも得意。三原地元もかなり修行してまいりました。もう10年以上にもなる。学べるものは全て学んだ。これが永田裕二のプロレス。そのプロレス人生の全てをかけて永田、おっとそれを受け止めた。ああボールに取る。王者宮原健人であります。腹を据えてやる理由ができたと語っていた永田は、王道トーナメントの準決勝で敗れてしまったんです。この男に、宮原健人に。その瞬間彼の中にスイッチが入ったわけであります。しかしそれをまた封印しようと王者宮原健人の猛攻が続く。そのままホールの体勢に入って、これはどうだ。カウントはカウント2カウントであります。宮原の頑張りを見せる。
まあ、こういう展開になるとやっぱりね、はい、永田不利になっちゃいますよ ね、 そうですね。どうしても回復力がね、違いますからね。無尽蔵のスタミナと言われているこの宮原健人であります。さまざまな記録を塗り替えてまいりました宮原健人。ここでかつてミスター IWGP をしてみれば、またベルトの価値はまた上がっていくんだ。さあここから行きたいところだ。クラッチをすることはできるか。それを防御するために前半戦永田はサブミッションに徹しました。ここはどうだ。クラッチすればその瞬間に勝ちが見えてくるぞ宮原健人。さあどうだ。おっと、切り返した、切り返した、切り返した。さあ出た、しかもですよ。さあ、出た出た。さあ、永田が本気モードに入ってまいりました。絞り上げる、絞り上げる。永田が勝負に出る。永田勝負に出る。ダブルクラッチの背中が近づいてまいりました。さあ、どうだ。さあ、どうだ。宮原健人、ロープブレイクだ。いや、20分経過。そうですね。非常に苦しくなってまいります。さあ逆に永田裕二はチャンスだ。ここからどうするんだ。腕を取ってアームブレイカーの体勢、もう一度おブロックした。おブロック、アゴに命中、アゴに命中。しかしのラリアット、最近出してまいりました右のラリアット。最近使いますよね、ラリアットね。そしてロープのハンド、ラリアット、振り抜いた。どうだ、これがどうだ、どうだ、どうだと。一瞬ね、佐々木健介が乗り移ったかと思いましたね。ですね、はい、バックを取ってジャーマンスープレックスのホールド、人間共通。このジャーマンもね、腰で投げてますよね。しっかり決まってますよね。そうですね、何とか返したかというところでありましょうか。中田裕二、さあ、ここ健人絶好のチャンスを迎えている。逆に中田裕二、絶対絶命のピンチだ。全日本のファン、そして新日本のファン、宮原か、それとも永田か。バックを取った。さあクラッチすれば俺のもの。どうするこの攻防。赤を基調にしている宮原、青を基調にしている永田。さあ取った、取った、来たか。足をまたつかせている。どうだ、離れた。正面ハート、その足を蹴っていく。弁慶の泣きどころ。2人とも痛いですね。両者痛い、はい、両者痛い。あえて打っていきました。本能的に出していたとは永田裕二。自分も痛いが相手も痛い。いや、相手も痛いが自分も痛い。ここは自分との戦いとなっているわけであります。さあどちらが勝利の美酒に酔うのか、勝利の執念はどちらが生むのか。宮原先に立つ。宮原がこのまま一気に攻め込んでいけるのか。お返しをしている、お返しをしている。勝った宮原、宮原勝る。うわー、もろに入りましたね。決まりましたね。さあ逃げ、しかし、しかしエクスプロイダーの体勢。いや、リストクラッチ狙ってますよ。リストクラッチ、さあ出してくる。リストクラッチ、スケールスプロイダー、永田を抑えたぞ。手拍子、足拍子、ヤングライオンがついている永田のセコンド。永田今度はチャンス到来。右のハイキック、バックを取る。バッター、これはバックのラッパホールド。やりました。23年生で永田裕二の勝ち。ダブルグランド。
いますからね。はい、関係は待っているんじゃないでしょうか。永田裕二であります。なんだよ、ここは全日本プロレスのリングだろ。俺のホームみたいじゃないか。それはさておき、三冠ベルト取ったぜ。お、石川ですね。おさなさん、大同団結の中に石川もいたんですよね。そうですね、宮原と握手しましたからね、はい、三冠、IWGP、GAC、全部取った長瀬さん、チャンピオンって団体にとってどんな存在ですか。どんな存在ですか。俺に言わせんのか。お前らのその悔しい気持ち、今ここでよく分かってるよ。悔しいだろ、取り返したいだろ。だから石川、今ここに出てきたんだろ。全部や言っちまったの俺が。俺は今でも全盛期だと思ってやってるよ。長瀬さん、いや永田裕二、俺は昨日まであんたが挑戦者クエスチョンだった。多分お客さんもそうだったと思う。でも今日のあんたは全盛期だったな。挑戦してくれるんだったら俺と勝負してくれよ。俺の全盛期は超痛いからな。大隅社長、よろしいですか。いや、チャンピオンになった余韻を少しは味わいたかったんだけどな。まあでも仕方ないですね。これが三冠ベルト重み。このベルトを巻いたからにはこのリングよりさらに面白くしてきますよ俺が。もしこの俺がこのベルトを巻いているのが思いっきり嫌悪感を持つ人間がいたら、どんどん会場来て俺にブーブー言ってくれ。その他この永田裕二、新日本プロレスの永田裕二がこのベルトを持って戦う姿を見たいという方は、より声援を送ってこれから会場に来てください。そうやってこのベルトを持っている限りはこの全日本プロレスのリングを盛り上げます。どうもありがとうございました。どうもありがとう。石川修司が今が全盛期と言ったが、全盛期はこっちのセリフだよ。まだまだ行くぞ、よし行くぞ。
誠にありがとう。